おやっとさ、西田愛です。本当にさ、秋冬ってだけでも肌がもうピンチなのに、マスク生活のせいで本当大変。まあそんなマスク生活を余儀なくされているこの2020年の秋冬に、私が、肌を救うためにちょっと頑張ってることがあるので、それをちょっと紹介したいと思います。なんか共感してくれる人多いんじゃないかと思う。そんなわけで私はですね、もうこの夏が終わるぐらいから、もう鼻の周りのここの赤いの分かる？分かる？ここのこの赤いの、肌がカサカサしてるところにファンデとかコンシーラーみたいなテクスチャーの硬いものを重ねると象の肌みたいになる。で、取り返しつかなくなっちゃうから、もう塗らない方が本当よくて、もうだからどうしたらいいのかって言ったら、隠すんじゃなくてなくすしかないわけですよ。皮膚科とか行ってないし、原因を追求してないので、まだこうやって治ってないんだけど、その中でもできることをちょっとやっててね。基本的に使ってるものは一緒だけど、大きく違うのは最初の化粧を重ねていく、その前のベース以前の肌の土台の整え方が大きく変わったので、それをちょっと紹介したいと思います。まず最初、お化粧する前、朝起きてとか、そのお化粧する前にみんな洗顔とか顔をこう化粧水とかでこう保水したりとか、保湿したり整えると思うんですけど、そこは同じでいいです。私ももう適当にその辺にある化粧水で何でも OK。 ちなみにこれは、ラローシュポゼの敏感肌用のモイストバリアミスト。これは私普段使ってるわけじゃなくて、こういうお出かけとか外でお化粧するとき用にポーチに忍ばせてるタイプなの、お出かけ用のやつなんですけど、家だともう無印とかを使ってます。今日さっきまつげパーマ行ってきたばっかだから、めっちゃまつげがいい感じ、綺麗。化粧水するじゃないですか。次なんですよ。次にこの子を私は投入しました。イソップカメリアフェイシャルハイドレーティングクリームです。これはね、保湿クリームで超ドライからドライ肌用っていうやつなんですけど、お風呂上がりにもう顔中、そして、首まで、特にこの辺入念に塗り込んでます。こんな感じで、イソップの香りが好きな方は分かると思うんだけど、イソップのあの香りです。もう寝る前もこれでもかってぐらいたっぷり塗ってて、で化粧する前ってこういうなんて乳液タイプって化粧崩れしそうだから、みんな多分避ける人多いと思うんだけど、もう秋冬は容赦なく使った方がいいと思う。ただテクスチャーの柔らかすぎる、乳液だけどブチューっていうタイプのやつだと、なんだろうな、肌に全部染み込めばいいけど、なんか物によってはね難しいんだよな。私もいろいろ乳液タイプから始めたこととか今までもあったけど、全部合わなくてよれてしまって、あ、やっぱしない方がいいっていう結論で今まで使わずに来たんだけど、この子は本当にこのマスクで通常以上に蒸発してしまう、マスク生活の中では本当にね、テクスチャーも超と良くて、柔らかすぎず硬すぎず、バリアをしてくれてる感じがするんだよね。すごく今顔全体になじませました。ここで一回お肌にちょっと潤いという蓋をしてあげるのが、私は今この秋冬は調子が良くて、このことのバランスというか相性が良くてね、この子を必ずこのステップで今入れてます。でその後はもう今まで通り、いつも通りです。ナチュラグラッセ、これももうすぐ使い終わりそう。ナチュラグラッセのメイクアップクリーム01番シャンパンベージュっていう色で、メイクアップベースとファンデーションが混ざった色味のカバーもするけど、基本的にはベース、あとツヤを出してくれる。で日焼け止め成分も SPF44、 もうこれは夏も春もこの秋冬もずっと使ってます。こんだけ出して、私はいつもこんだけなんだけど、塗るのは目の下と目の横のこの、要するにマスクから出るここの部分が意外と人に見られるから、この辺とおでこのこれでちょっと伸ばして薄く、まぶたには塗りません、アイシャドウ塗るんで。でこれはすごいツヤが勝手に出てくれるので、ナチュラグラッセは本当にこれ1個だけで私は休日過ごすぐらい、もう何もいらない。で指で塗るとムラができるので、必ずスポンジで伸ばしましょう。特にこのフェイスラインの周りとかはファンデがある意味足りてないからこそ、最後のこの余力で伸ばす程度、生になってないように、この眉毛の間とかも意外とファンデ溜まってたりするんで、こういうところも伸ばして
でこの時点でも私の鼻の周りの赤みは全く消えてないし、目の下のクマも全く消えてません。ナチュラグラッセはそのぐらいナチュラルなんで、消えてません、これぐらいでは。だから何をするかというと、イプサのクリエイティブコンシーラー EX、 こういう感じの3色入ったコンシーラーになってます。一番濃い色を取って、目の下一番色の濃いところ、まあ、暗くなってるところクマがにスッスッて伸ばす、もう超少量です。で次に明るい色をちょんちょんと指先につけて、今暗いのを重ねたところの上にちょんちょんと置きます。コンシーラーは必ず暗い色、そして明るい色っていう順番でねのせてください。鼻の下ちょっとだけ気になるから、ほんのちょっとだけ、こんな感じでベースは完成。あとはもうほんと同じいつも通りです。ルナソルの眉毛、もうさ、そこが見えまくっててさ、いつ次の新しいやつ買おうかって思ってるんだけど、これで今までだったら特に今年とかはこの辺を混ぜて、まず眉頭からとかってやってたんだけど、もうここ1ヶ月の私はそれさえももうやらなくなって、ここ3色一気混ぜです。眉毛一気にいきます。太い方のブラシで一気に。前はね、結構暗い色はお尻の方に使って、明るい色は眉頭に使ってとか、陰影を大事にっていうレクチャーしたことあるんだけど、今はそれよりも時短とかよりナチュラルを演出する気分なので、また平行眉をね最近やるようになりました。わざと毛の輪郭をはっきり取らずに、こう遠目で見た時にボサってしてる眉毛に見えるように、すごい適当にやってます。眉毛ね、最近こんな感じで、結構もうぼやーって感じ、しっかり描かずにもうぼやぼや、もう輪郭も何もなくぼやぼやって感じ。太い方のブラシでただこうやってもうわーってスライドさせただけの状態で、これもまたお決まりですね、ルナソルのスキンモデリングアイズ01番のベージュベージュ。これも試合始めた最初の頃からずっと使ってる、ほらもう剥げまくり。これもいつもと一緒で、ここラメと明るい色を同時に取って、アイホール全体に塗ります。骨にぶつかるとこまで思いっきり全部塗ります。アイホール全体に塗りました。そしたらこの1番のラメと、次にこれが1番明るい色だとしたら、これが2番目に明るい色なんだけど、こっちの色を取って、下まぶた全体にこれをのせます。これがこの秋冬の私のモードというか、こういうメイクやりたいモード、下まぶた全体に入れます。ちょっとだけだから影っぽくなる。で最後に一番暗いこの茶色を指にとって、上まぶたの目尻側から目尻側にだけスッとのせます。でこっちも目尻から目尻側だけスッとのせます。こんな感じ、これだけ超早いの。前まであんな時間かけてた目元のメイクが、そのまつげをやってから本当に時間短縮になって、この後すぐマスカラに行きます。アイラインはやりません。マスカラでシュッ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 って塗って、あとチークポン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 ってしたらもう完成で、リップもしないじゃん。潤いのリップだけでさ、モアリップとかだけで、色付きのリップって結局人に会う時にしか塗らなくていいわけじゃん。マスクしてどうせ内側で取れちゃうから、だからお化粧する時間が最近もう10分ぐらいで終わるのよ。肌への負担も減るし、自分の時間もできるっていう一石二鳥の方を最近は目指すようにしてて、だからアイラインを塗ってないの。マスカラなんだけどね、最近私これにハマってるんだ、ウズです。ウズの赤いやつって思ったらすぐ見つけられると思う。ウズの赤いやつ、モテマスカラ9番。これは何がいいって、ついた時のテクスチャーがめちゃくちゃいいのと、お湯で落ちるからすっごい化粧落としが楽。はい、ではマスカラ塗っていきます。
縫った縫ってないの差は輪郭がはっきりしてるしてないで分かると思うんだけど、こっちがまつパシタだけのまつげ、こっちがマスカラ塗ってちょっと輪郭がはっきりしたまつげ、こんな感じで輪郭がよりはっきりしてちょっと目が大きく見えるって感じかな。こんな感じでまつげ両方ともマスカラを一塗りずつしました。で下まぶただけ普段はこのヒロインマスカラの蓋がピンクのね、この茶色ブラウンを使ってるんだけど、これもここ1週間の私の好みなんですが、レアナニのちょっとボルドーっぽい濃い色下まつげだけ入れてます。アクセントに。ここの辺は気分で遊び心です。カラーマスカラ使ったことがある人は下まつげだけとかね、また気分で使ってあげると顔の雰囲気が変わってお化粧がまた楽しくなるんじゃないかと思います。はい、こんな感じで下まつげはボルドー色になってます。ポンポンってしてスポンジでなじませる。マスクをさ、こうするたんびに、喋るたんびにもほっぺって擦れてるから、だからほっぺと鼻の頭はめっちゃ乾燥してるはずなんだよ。みんなこれを買ってとは言わないけど、こういうものにみんなも出会えたらいいねって感じ。お化粧する前に使う保湿の何かしらがあるとお化粧の持ちも変わるし、コンディションが変わってくると思うんだよね。そんな感じでこの秋冬の私のマスク対策を兼ねた、メイク、こんな感じです。もう喋りながらゆっくりやってるからこんだけ時間使ってるけど、本当は私これいつも家で10分ぐらいでやっちゃってるので、なんか時間短縮しながら、かつお肌にも負担を軽減させながら、化粧落とす自分に対しても楽をさせてあげながら、赤みとか乾燥とか気になるところにしっかりこうアプローチしながら向き合っていくしかないのかなと思いました。化粧しないわけにはいかないからさ、やっぱレディーとして普段使っているものプラスアルファでその前に何かを足す、マスカラの色だけちょっと変えるとかで、どうせここしか見えないしっていう、そのどうせじゃなくて、せっかくここが見えるならっていう考え方にちょっとシフトして、ここでできることを試してみよう。あとこの鼻の周りの赤いの同じ悩み持ってる人いたらさ、教えて何してるか。マジで解決したいけど、病院に行ってなんかどうせまた薬出されて、そのまた様子見ましょうとか言われるのもさ、やだなって思ってて、乾燥に負けずに頑張ろう。可愛くいいよ。ほんと気になる人がいたり、ほんとイソップマジで狙ってたって人いたら、ほんとにこれおすすめ。 60ml 5700円だ。6000円しない。ほんと気になってたって人がいたら、マジで私はいいよって言いたい、そういう商品。なわけで、乾燥と戦いながら頑張っていきましょう。またみんなに、お伝えできるいい情報をゲットしたら、西愛チャンネルのこの土曜日の動画でお伝えしていきたいと思うので、またリサーチしてみます。ではありがとうも下げました、西愛でした。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。バイバーイ、メリクリー。下げました。